こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、ユニバーサル演芸者という会社が非常に面白いなと思っておりますので、こちらの会社をご紹介していきたいと思います。まあ、1年前ですね、ちょうど2021年1月25日頃にもですね、キャッシュリッチな会社ですよという形でユニバーサル演芸者をご紹介させていただいたんですが、まあ、当時からですね、業績自体は好調だったんですけども、株価がですね、ずっと横横していた会社になるんですね。ただですね、 今、えー、どうなのかと言いますと、えー、2月の中旬ですかね。ごめんなさい。これちょっと昔のやつですね。失礼しました。えー、2月の中旬に、えー、決算発表いたしまして、売り上げ高が22%増収の54億、営業利益が61.1%増益の8.3億という形で、まあ、かなりいい、えー通あの、第2クォーターの決算を出してきておりまして、通勤予想もですね、情報修正しましたというところで、株価がですね、かなり上がってきてますと。はい。 という形でですね、えっ、ー、と、どちらかというと、キャピタル狙いでこのユニバーサル園芸者保有できるんじゃないかなって私は思っておりますので、まあ、その観点でなぜ今保有できるのかっていうところをですね、まあ、2つ理由がございますので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。で、動画の後半ですね、まあ、ユニバーサル園芸者みたいな会社っていうところをですね、1社、えー、後半で、えー、合わせてご紹介してお、おまけ程度ですけどもご紹介していきたいと思いますので、気になる方は最後までぜひぜひご覧ください。 はい。ユニバーサル園芸者なんですけども、やってることとしましては、グリーンレンタル、観葉植物レンタルっていうところを B2C、B2B 向けにやってる会社になってます。法人、個人向けですね。で、海外の方もですね、大体今、アメリカに1割ぐらい売り上げがございまして、まあ、売上だ、海外売上高比率で言うと1割程度ではあるんですけども、まあ、海外も今狙ってるような会社になってますと。で、なんといってもですね、財務状況、えー、自己承認率が82%という形で、総資産のうち80%は会社の資産っていう形で、非常に素晴らしい、えー、財務状況になってます。 一般的に40%以上ですね、自己承認率があればですね、まあ会社としては安泰だって言われてるんですけども、その倍のですね、80%あるっていうところで、まあ不景気が来てもですね、まあ相当強い会社かなと思います。で、そースーの4割がですね、あの、実は現金、キャッシュになっておりまして、まあ非常にキャッシュリッチな会社でもございますと。 で過去の業績もですね非常に綺麗な右肩上がり基調というところで売り上げはですね直近5年10%増収基調でこのような綺麗な右肩上がりで売上も伸ばしてきておりまして 一、えー、株あたりの、えー、純資産、一株あたりの純利益、えー、純利益が EPS、純資産が BPS ですけども、こちらも堅調な右肩上がり伸びているっていうところで、まあ、ファンダメンタルズはですね、文句の付けどころがないですね。はい。まあ、唯一ですね、まあ、配当利回りが0.8%で、配当成功ですね、1年に稼いだ利益のうち大体、だいたい13%ぐらいしか、まあ、配当金が出てないっていうところで、まあ、この株主関係、配当に関してはちょっと物足りないなかなっていうところがあります。 はいまあ、EP、配当もずっと20円据え置きというところで、まあ、私としてはここが増配基調だったら間違いなく即買いではあるんですけども、まあ、配当がです、ね 20, えー、20円ずっと据え置きだというところはありますかね。まあ、ただ、えーっとですねまあ、こちら、決算の補足説明資料になりますけども、えーっとですね、書いてあるはずなんですが、どこかに。<laughs> 少々お待待ちください株主優待の拡充はしてます、はい、しかもですね魅力度の高いクオカードっていうのが今までは9月だけだったんですけども、えー、9月と3月っていう形で年に2回クオカードをもらえる形になりましたのでまあ,あの優待狙いで保有もできますしまあ,あの私後ほど説明しますけどもキャピタル狙いでも保有できるかなっていうふうに考えておりますはいまあ植物、えー、レンタル非常に今ですね顕著に伸びているっていうところでここはですね まあ長期的に見てもですね、えー、需要自体はあるのかなっていうふうに考えてますので、えー、まあ長期的に保有できるかと思ってますと。で、なぜ今、えー、と株子の保有できるかっていうところなんですけども、2点ございまして、えー、と1つ目が、 えー、テクニカル的に、えー、株価、あのー、上値が軽い、まあ、キャピタルが狙えるよっていうところと、もう一点が、えー、ファンダメンタル的に、まあ、具体的に言うと PR 的に過去一で割安だっていうところになりますと。で1点目の方ご説明させていただきますけども、まずですね、えー、長期的に見ていきますと、 はい。まあ、上場してからずっと株価上昇トレンドっていうところで、超期でてみて上昇トレンドの株価になってますと。はい、で、さらにですね、えー、上場来された金もですね、最近更新したばかりになりますので、株価の上値っていうのが非常に軽いんですね。はい。っていう形になりまして、で、かつ短期的に見ましても、 2月中旬に決算発表しまして、出来高を伴って株価上昇しておりますので、これ騙しじゃないですね。で、さらに、えっと、200日移動平均線と75日移動平均線、そして20日移動平均線という形で、その上にチャートがあるという形で、えー、長期、中期、短期の移動平均線に。 チャート上があるっていう形で、まあ、き綺麗な上昇トレンドになってるんですね、まあ。なので、テクニカル的には上昇トレンドで、かつですね、えー、上値も軽いっていう形になるので、えー、結構面白いかなと思ってますと。まあ、ただですね、RSI と呼ばれる、えー、と株の買われすぎ、売られすぎを表すお知りたての指標がございますけども、えー、と短期的にはですね、今、 RSI80 ぐらいまで来ているっていうところで、やや変わりすぎかなっていう印象がございますので、今はですね、理覚している投資家さんがいらっしゃるっていうところで、まあ、直近株価は下がってきてますと。まあ、ただですね、ファンダメンタルズも、業績も非常に素晴らしく伸びているっていうところと、テクニカル的にもですね、上昇トレンドだっていうところになりまして、かつ上場を予約されたで上値が軽いっていう形になりますので、 まあまあ、なんていうんですかね、株価、ここで理覚されたとしても、ファンダメンタルズの情報、まあ、決算の内容っていうのはですね、この前後で変わらない形になりますし、上昇トレンドにもなってるっていうところで、ここでリバルかですね、まあ、あの、株価がどっかのタイミングで横横するようなタイミングがあれば、そこでインすればですね、まあ、トレンドに乗っかって、また株価は上昇するんじゃないかなって思ってますと。はい。なので、まあ、テクニカル的に今結構保有できるかなっていうふうに感じてます。で、もう一点がですね、PER ですね。えっと、まあ、自己、 資本利益率という形で利益の観点で今の株価が割安変わりだかというのを判断する仕様があるんですけどもごめんなさいこっちでした株価収益率です、ね、失礼しました自己資本利益率 ROE ですねはい、えー、利益の観点で株その今の株が割安変わりだかというのを表す指標がありますけども、えー、過去5年見ていきますと、うん はい、えー。16倍、22倍、15倍、12倍、12倍になってまして、過去、直近5年だと12倍が一番割安で、まあ、平均して大体15倍くらいっていう形なのがユニバーサル演芸者ですね。ただですね、直近の決算発表で情報修正をあの発表しまして、PR で言うと、PR 予想10.7倍っていう形で、今、過去一で割安なんですね。なので、 あのー、平均 PR とも乖離が生じてるっていうところで、まあ、そこの乖離がですね、まあ、結局利益になるので、まあ、このファンダメンタルズ、まあ、利益の観点、まあ、PR から見てもですね、今、割安だっていう形になりますので、うーん、まあ、横横株価がするようなタイミングないしですね、まあ、下がりきってからまたリバリューのタイミングがあれば、まあ、インすればですね、利益、まあ、キャピタルゲインに狙えるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい という形で簡単ではありますけども、優、ま、待、あ、ないしキャピタル狙いでユニバーサル演芸者狙えるかと思ってます。まあ、今ですね、経済的に非常に不安定な状況ではありますけども、まあ、ユニバーサル演芸者自体ですね、自己資本率も非常に高くて、キャッシュ自体もですね、総資産のうち4割ございますので、はいまあ、不景気にも強い会社っていうところで、銀行からお金も借り入れなくてもしっかり経営ができる会社かなと思ってますので、気になる方はぜひぜひ、えー、ウォッチしてみてください。 はいまあ、総資産が大体100億ぐらいに対して、えー、現金ですかね、えー。こちらが40億ぐらいありますので、まあ、かなり現金、えー、持っている会社になってますと。はい、で今回ですね、まあ、ユニバーサル園芸社見たく、えー、キャッシュフローがですね潤沢で、財務状況も良くて、そしてですね利益率も高い会社。営業利益率で大体13.5%あるんですけども、ユニバーサル園芸社、えー。利益率が高い会社っていうのを、まあ、スクリーナーで、えー、と検索してみました。 はい。まあ、自己使用率が60%以上で、売上高や営業利益というか10%以上。そしてですね、まあ、PC、 FR と呼ばれる株価キャッシュフローの倍率ですかね。えっと、営業、株価割る営業活動によるキャッシュフローっていうのを割ったものになってまして、まあ、営業キャッシュフローの観点でその株が割安か割高かっていうのを表す表ですね。もうこれをですね、3倍未満にしまして、まあ、もう上位2 3、3%ぐらいの銘柄になっちゃうんですけども、まあ、これをですね、安ど条件で検索した結果が8銘柄ヒットしまして、この中でですね、まあ、あのー、売上高の推移だとか、 まあ、形状利益の推移だとか、まあ、あとはチャートとかですかね、株価チャートとか見た結果、IPEX っていう会社がちょっと今面白いかなと思いますので、こちらの会社も軽くご紹介していきたいと思います。 はい、えっ、ーと,えー、と、やってることは京都のか、えー、やってることはですね、半導体の製造装置だとか、また、あ、は車部品とかの受託開発ですかね、製造受託っていうところを行ってる会社で、まあ、今、最近、半導体非常に盛り上がってるっていうところで面白い会社かなと思ってますと、まあ、ただですね、最近、あの、ロシア、ウクライナ問題等がございまして、えっ、ー、と、アメリカを、で、えっ、ー、と、ソックス指数ですかね、半導体指数とかもありますけども、んこれちょっと違うな。失礼、6640、66。 6640。はい。えっ、ー、と、半導体指数とかも悪いというところがございまして、株価自体はですね、今、ずーっと株がずーっと下落基調になってるんですね。はい。まあ、ただ、まあ、業績っていうところは、直近2月9日に出た業績はですね、売上げ高22.6%増収、営業率が136.2%増益という形で、まあ、かなりいい決算出してきておりまして、EPS ももうめちゃくちゃ伸びてるんですね。 はいただちょっと通気予想の方ががっつりとですね、売上高減収営業利益減益予想になってるっていうところで、今株価ずっと下落してるんですけども、まあまあまあ、ここもですね、通気予想の、えー、ところを見ていきますと、まあいろいろ書いてあるんですけども、まあ原油価格の、えー、と高騰だったりとか半導体をはじめつつ原材料不足っていうところで、サプライチェーンの混乱が、えー、あるっていうところで、まあそういうところをですね、 えー、見越して今の通気予想があるって形になりまして、まあ、思ったよりサプライチェーンのですねあの混乱っていうのが、まあ、他の半導体関連の会社の決算とかちょっと今後出てくるので、まあ、そこら辺見つつですねもしかしたらあの予想よりもです、ね、いい結果が出るんじゃないかなっていうふうに個人的には感じてますと。であと私個人として半導体はあのもうずっと需要あると思っていて、まあ、サーボとか 5G だとか、まあ、あとクラウドとか まあ、あと携帯とかスマホとかですかねっていうところで需要自体はずっとあると思っているので、まあ、結構伸びてくるかなって思っていてこういう銘柄はやや強気の姿勢がありますかね。はいまあ、というところで、まあ、直近の決算は非常に素晴らしくて通気予想がちょっと悪いっていうところで株価は下げてはいるんですけども。 まあ、PR が9.9倍という形で割安ですし、えー、配当利回りもですね3.5%で配当成功15.6%で配当力十分ある形での,あの利回りの高さが、えっと、今の IPEX、ね、になりますので、まあ、そういう意味だと面白い会社かなというところで気になっている会社になっていますと。はいまあ来期 の業績次第ではあるんですけども一応配当予想はですね50円数えって形になりましてまあ業績は売上自体は減収減益見込みではあるんですけどもまあちょっと期待できるかなっていうところで、まあ、すぐに保有っていうのはですねやや難しいところあるとは思うんですがまあウォッチリストに入れるっていうのはありかなっていうふうに考えてますはいっていう形でまあ本題としてはユニバーサル演芸者いいよねって話にはなるんですけどもはいあのー、本当に優待も拡充しましてかつ チャートもですね、上場来したと高で更新しているっていうところで結構地味な会社で PR も低いので知ってる方少ないとは思うんですが気になった方は是非是非ウォッチしてみてくださいっていう形で、えー、最後までご覧いただきありがとうございました。以上となります。